いよいよゴジラの登場。ラドンを追って上陸するシーンから撮影です。もうちょいバックしないと。あ、いいよ。はい、じゃあやってみます。ちょっと揺れ止めて。もっと早く。ラドンを追ってゴジラが入ってくるタイミング合わせのリハーサル。はい、ゴジラに歩き出しの合図を棒で送る監督。しかし、監督、突き攻撃。スタート。はい、カット。ダメ。ラドンを踏みつけるゴジラは足元しか入らないので下半身スーツを使います。よいしょ。江口キャメラマン大プールに舞う。今回も新しいゴジラスーツが作られました。これは試着の様子ですが、なんか変ですね。すごい後ろやってるの？見てほしいか。あれ、うん、あ、動かす分には動きやすいね。尻尾が高いから動かす分にはちょっと動きやすいだろうな、うん、ね。そしてゴジラの登場。まずはマリンスタジアムを破壊。続いてゴジラがメカゴジラの首を抱え込む撮影。ぶつかった。ぶつかった。あの、タイヤになった。あー、当たった。したら前前傾する。そうです。あー。で、左手。あれ？倒せた。この時ゴジラは力が入りすぎて、ああ。今までの放射能の熱線だけではなくて、そのラドンのエネルギーを借りたね、そのパワフルな赤い熱線をね、あそこにぶつけるというのはその、うん、まあ最後のねラストシーケンスの中でほんのちょっとだったんだけど、それがこう意外っていうのかな、迫力があるねやっぱり映像ができたんだろうと思うし。